五月山体育館は大阪府池田市にある市立体育館である。1996年に開設される。バスケットボールコートで2面、バレーボールコートで3面、ハンドボールで1面、バドミントンで10面、フットサルコートで1面、卓球なら12面分使用できる。市民スポーツの使用が多い体育館であるが、プロバスケットボール大阪エベッサのホームアリーナの一つでもある。ホームゲーム開催だけではなく、エベッサが主催するイベントの会場としても利用されている。ホームゲーム開催会場公式戦プレシーズンマッチ、試合が開催される際には、1階に臨時スタンドを設置している。これは1階移動観覧席で360席、2階観覧席で500席と、合わせて860席しかないため、1000人以上の観客に対応する措置である。ファン感謝祭開催会場ちなみに、大阪がプレーオフカンファレンスファーストステージから出場となった時は、当体育館で4月29日30日にプレーオフ2試合を行う予定となっていた。しかし、上記のように、大阪はプレーオフカンファレンスセミファイナルからの出場となったため、当体育館での試合はなく、プレーオフは住吉スポーツセンターで開催された。バスケットボールクリニック開催会場。ありがとうございます。